なんか私を置いてどんどん話が進んでいってるけど。え、なに、私は？悲願の遺跡。来たよ。あ、あんなところに。あ、もうリーリア、こんなとこまで来とるやん。あ、ジガルデ、ジガルデ。あれ、ハプーは？もう先行っとんかな。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。その先、ハプーは？バンバドロを置いて。悲願の遺跡。どこかしら、重々しい感じがいたします。星雲ちゃん、遺跡の中に入れば元気になるかも。悲願の遺跡の守り神、カプレヒレさんは不思議な水で、汚れを清めていたそうです。期待できるね。はい。アユナさんのおっしゃる通りですよね。私、頑張ってこの子を元気にします。お。ですから。待っててくださいね、星雲ちゃん。今度こそ私があなたを助けるんですから。では、アイナさん、参るとしましょう。バンバドロも行くよ。悲願の遺跡へ、レッツロー。ん？君は行かないのかい？ムヒーン。あれってか家におらんかったっけ？二体おるってことかな。テレビ見よったよね。おー、なんかすげえ仲。あ、こういう要素が入ってくるのね。道を切り開くには巨石を押すのですよね。ハプーさんのおばあさんがおっしゃってたことです。これを。いや、リーリエ、君には無理だよ。うぅ、押せるわけないやん。私には無理みたいです。言葉にできないほど重くて。そりゃあな。カイリキーさんの怪力を借りないとですね。本で読んだことがあります。確かこう書かれていました。カイリキーのプッシュは、岩の前で B ボタン。詰まった場合は外に出て頭を冷やすといいかもですね。なんかあれやね。ゼルダとかこういう要素結構ない？ムキムキ、プッシュプッシュ、目指すは遺跡のオクロト。ということで、怪力プッシュ。さあ行くよ。え？なにこれ、どこまで押していくん？なんか結構な感じで押していったけど。待って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 、何も考えてなかったけど大丈夫？これ落ちるんかな？え？どういう風に押していけばいいんだこれは？とりあえず、引くことはできんのよね。え、これはこのまま押してったんでいいんかな？ちょっと待って、はい。途中で話すとかできんのやけどこれ。もう一回。これをさ、ちょっと待って、押して、ね、あれってさ、あっこにはめたらこれ渡っていけるんかな？それともヒューンって、下まで落ちていってまた穴が開くんかな？その辺がちょっとよくわからんねえけど。落ちるだけ？はまる？あ、はまったはまった。あっこを動かすだけでよかったやん。お、ハプー、おったよ、おったよ。なんか勢いよく飛び出してきたね。飛び出してきた、飛び込んできたか。アローラの遺跡。これも本で読んだのですが、守り神ポケモンさんはいつも好きな場所にいて、まず会えないのです。ただ、遺跡で呼びかければ姿を見せることもあるそうです。ん？何をやろう、おお。もっとも、気まぐれなので当てにならないとも書かれていました。だからでしょうか。遺跡に入っても星雲ちゃん変わりませんね。特に何の反応もなく。あ、ハプーさん。何やってんの？なんか儀式？てか、ここに何しに来たんやっけ？なんかついてこいって言われただけよね。ん？リングではない。石？確かに授かりました。ありがとうございます。なになになに、なんか、島クイーンとして、ポケモンのため、人のため、頑張ります。やっぱ島クイーンやん、ここ。おお、見ておったか。島キングおらんって言ったのに。キングはおらんけど、クイーンはおるよってこと？島キングや島クイーンは、守り神が鎮守する島で、暮らす者から選ばれるのだ。リーリエから聞いたが、アイナは遠いところからアローラに来たばかりであろう。
なのに輝く石を授かるのは特別なことなのじゃ。あ、もしかして今島クイーンになったってこと？え、なった瞬間を見たの？わらわのじいさんも選ばれていたのだが、数年前ぽっくり言ってな。島キングはいないものだった。なるほどね。で、受け継ごうとしたが、選ばれず島巡りのように各地を回り鍛え直してな。で、今まさに選ばれたんや、すげえな。リーリエ、そなたが探していた島クイーンはここにおるぞ。はい、島クイーンさん。伝説のポケモンさんについて教えていただければ。ん？月輪の祭壇に祀られる ルナーラのことか。母がビーストさんの世界に、別の世界に消えて、ひどい人とはいえ、親ですので、会いに行き、言いたいことを言うのです。そのために、伝説ポケモンさんの力を借りたいのです。見知らぬ世界を行き来する、伝説ポケモンさんの力を。ビーストの世界なぁ。ポニ島にも来よったのが、ビーストというのだろうな。カプレヒレと共に相手したが、くたびれたな。あ、やっつけた。うん。知っていることを教えようぞ。ハプーさん。と言うてもな。祭壇で行う儀式とは、伝説ポケモンのため、二本の笛で音色を奏で、力を与えるだけだぞ。ん？どういうこと？太陽の笛です。母が持っていたようで。おお、裏裏の湖にある笛じゃな。もう一本はナッシーアイランドにある。なぜだかそこに置いておくよう伝わっておるのだ。ナッシーアイランド、何かで読んだ記憶があります。めっちゃ勉強熱心やね、リーリー。ポニから離れたところにある無人島だとか。ナッシーアイランドっていうぐらいやけん、ナッシーがいっぱいおるんかな。よし、ゼンは急げじゃ。団長に会うぞ。海の民の村に行くのだ。リーリーはバーマドロでな。え、私らは？あ、まああれか、私はリザードンがあるけど、ハプーはどうするの？ハプーを追いかけて海の民の村に戻ろ。ここからは、あ、ここでは使えんのか、リザードン。とりあえず一旦外に出て、びっくりした、またやらんといかんのかと思った。ハマってる分はハマったままなんやね。後のは元に戻っとるけど。んてや、バンバドロおらんなっとる。ここでは使える？あ、オッケーオッケー。あ、ここには飛べるんやね。悲願の遺跡。はい、じゃあ海の民の村へ。ゴーゴー。はい、到着。お、もうあんなところに。早くない、バンバドロ。リザードンと同じ速さってどんだけよ。ハプーさんもバンバドロさんもありがとうございます。友達のためじゃ。ハプーさんがお友達。憧れのトレーナーでもあるハプーさんが。はい、私何があっても諦めません。ハプーはここに留まるの？ナッシーアイランドに行くなら、海のための団長に話せ。無事を祈っておるぞ。無品運。なんか私を置いてどんどん話が進んでいってるけど。お、来た来た。え、なに、私は？船に乗るなら団長のところに行こうろと。え、なんかすごい、のけもの感が。どこ？ あっちか。この一番端のとこやね。団長おた。会えたんか？はい、ハプーさんが島クイーンになられて。おお、よかったな。ハプーのじいさんも喜んでるやろ。そうですね。ハプーさん、亡くなったおじいさんのために。私も、母様のため、星雲ちゃんのため頑張らないと。それでですね、行きたいところがあるのです。ナッシーアイランド、笛のあるところ、なんか両方あるけど、とりあえずナッシーアイランドかな。ナッシーアイランド？あ、一緒か。ああ、笛のあるところか。まあな、お二人は島クイーンに会えても、ポニーのキャプテンはおらんし、島巡りの試練もできんわな。あ、キャプテンおらんのや。よっしゃ、コイキング丸でのんびり行こうやないか。本当にのんびりしてそう。コイキング丸とか。わあ、なんかいいな、乗りたい。超乗りたい。かわいい。
今のはペリッパーに手を振ったんかな。お、結構あっという間やけど。ナッシーアイランド。なんかもっとさ、ナッシーがナッシーのしおるんかと思ったけど違うな。はぁ、ようやく到着。ナッシーアイランドやで。なんでも昔はここが試練の場所やったらしいな。へぇ。ほな、頑張りよし。笛を求めて、ですね。ポケモンさんがいれば、どこんでも行くトレーナーさんの気持ち、少し分かってきたようです。生き生きとしとるね、リーリエが。誰に手を振ってるんだ。私は一緒に行くぞ。どういう反応かがよくわからんねえけど。とにかく、ナッシーアイランドの奥に行ってみようろと。ここには回復する場所とかないんじゃない？無人島って言ったよね。うわ、大変な場所に送り込まれた私。ポケモンさんと共に未来への扉を開けるのが私のトレーナーのイメージです。アイナさんもハウさんも、ハプーさんもそうですもんね。そういえばハウはどうなったよ。まだ来ないのか？お？野生のポケモンが、ナッシーか？ナッシーやろこれ。ひゃー、アイナさん。ほら、絶対そうやって。来たよ来たよ。これは捕まえれるの？どうなの？あ、野生のナッシーが飛び出してきた。いっけーピカチュー。野生のナッシーはピカチュウのピカチュウジェットを見通しだ。じゃあ使わないと。10万ボルト。ピカチュウ10万ボルトだ。ナッシーって尻尾とか生えとったっけ？なかったよね。あ、なんかこういうストーリー上で出てくるやつは捕まえれそうな感じがしないな。とりあえず一旦やっつけとこっか。とりあえず一旦やっつけて、うわ、なんか、顔が画面に収まってませんけど。一旦やっつけといて、後から普通に野生で出てきたら、その子を捕まえよう。ピカチュウが死にそうですけど。とりあえずちょっと、野党森行くか。ピカチュウ戻れ。いっけー。頑張れ、野党森。あと少しやって。とりあえずこの子の炎タイプの技で全然いけるやろ。お、効果抜群。マジか。エスパーが効くのか。よし、そこで燃やし尽くしてやれ。火炎放射。はい、効果抜群。え？効果抜群じゃなかったんですけど、草タイプじゃないの？もしやエスパーなの？ふぅ、ナッシーさんだったんですね。アローラの天候がいいからって、育ちすぎで驚きました。何、どうした？開いた口が塞がらない。なんか笑い出したよ、大丈夫？まだまだナッシーアイランドを探検したいろと、もうリーリーあんな場所におるし。どんだけやねん、早いって。ん？その先に何かが？え、雨降り出した。え、雨ですね。うん、雨だね。何？またなんかポケモンが？違うんかい。雨宿りか。アローラの雨。スカート少し濡れました。私、雨を見ると思い出すことがあるのです。小さかった頃、映画の真似をして、雨の中へ歌い、踊っていたら、驚いた母様が傘もささずに飛び出してきて、そしたら母様、笑顔で一緒に歌ってくれたのです。もちろん二人風邪をひき、一緒に寝ることになったのに、私嬉しくて、何度も何度も母様起こしちゃって、お母さん大好きやったんやね。なのに、母様、ウルトラビーストのことだけ考えるようになって、ヌルさんや星雲ちゃんを、私、何もできないからほんと困ってしまって。そういえば、私が困っていると、いつもアイナさんがいます。最初の出会いも、星雲ちゃんが襲われていたのに、私見ているだけでした。エーテルパラダイスでも、私、アイナさんや皆さんを待っているだけでしたし。あ、私が困れば、アイナさんといつでも会えたりして。何？なんて言ったの？アイナさん、島巡りを終えたら、どうなさるんですか？そんなことは今はわからないよ。
よかった。アイナさんのようにすごい人でも決められないことあるんですね。私はトレーナーになって、アイナさんにいろいろ教わりたいな。マジでトレーナーになるん。大丈夫？いける？さっきからね、野生ポケモンの鳴き声がめっちゃするんやけど。ん？あ、なになに？あ、晴れた？通り雨あったんかな？おー、星まで降りよりやん、素晴らしい。何かいいことありそう。というかありますよね。きっとね。こんだけの。めっちゃいいやん、流星群。ディーリアは島の奥に行ったろと。追いかけて話しかけようろ。早くねえだから。島の奥ってどこっすか？なんかマークが何もないんだけど、こっち？え？マークが出ない。この洞窟の奥とかじゃないよね。ここ洞窟じゃないの？ただのホラー穴か。どこだよ、リーリエ。どこに行ったんだ。勝手に行動、お。あ、ここに？笛？アイナさん。おー。古びた台座に笛が置かれている。笛を手に入れますか？はい。アイナは月の笛を手に入れた。めっちゃ勝手に取ったけどいいんかな。太陽と月、2本の笛が揃いましたね。伝説のポケモンさんが現れるかわかりませんが、少なくとも音色を捧げられます。アイナさん、ありがとうございます。ご機嫌だな。では隊長さんと一緒に戻りましょう。あ、もうこれだけなんや。まあ他にすること、人もおらんしね。おお、帰ってきた、早。やったな、島巡りの人。祭壇で笛を吹くんやろ。祭壇があるんは、ポニの大峡谷の奥の奥。ほんま自然の試練やで。頑張り。まずはハプーちゃんの家を目指す、ええで。あ、じゃあ、あの時に行ってなかった方向か。まっすぐ行くと、悲願の遺跡って言ったけど、あの上にもなんか行く場所あったよね。ポニの大峡谷はポニの鼓動の上にあるろ。ということだ。リザードンでとりあえず、あ、そっか、あっちには飛べんのか。ん？ここは？あ、違う、それは目的地か。くそ、あそこまでは走っていかねばならんのか。じゃあ、とりあえず出発しまーす。出発しまーす。ハプーの家をまずは目指すんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。